皆さんこんにちは。2018年1月2日リビングライフの時間になりました。今日は愛し祝福することにより世の光となる生徒という題でご一緒に御言葉を学びます。ローマ人への手紙12章9節から21節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず礼に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入り用に協力し旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者だなどと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。私たちは今日の箇所から2つのことを学びたいと思います。まず1つ目のことは、愛によって行動するものとされていきましょうということであります。皆さん、聖書の中で生徒たちに対して愛の実践をするようにと教えている聖書の箇所はどこですかと尋ねられたら、皆さんならどこの箇所を挙げるでしょうか。私がすぐに思い出したのは、あの第一コリントの13章の部分を思い出しました。実は今日のこのローマ人への手紙の12章の9節以降のことも、表現こそ違うわけでありますけれども、実は語っている内容はあの第一コリントの13章とほとんど同じことが言われているのであります。パウロという人は、ある人がイエス様を信じました、私はイエス様にあって生かされていますという時に、それが本当かどうかということを、実はその人が愛に生きようとしているのかどうかという点で見極めようとしたのではないでしょうか。でも皆さん、私たちは自分自身のことを振り返ってもそうですが、救われたならばすぐ私たちは愛の深い人間になっていくでしょうか。いいえ、私はそう思えないんですね。またパウロもここでそのように言ってますけれども、それがすぐさま起こるというふうには言っていないように思うんです。ここでパウロが言いたいことは何か、それは愛には偽りがあってはなりませんということなんですよね。すなわち救われました、そしたら救われたものはこれもしなければいけない、あれもしなければいけないということの中で、自分はそれを本当にしたくはないけれども、救われてしまった以上は、イエス様を信じた以上は、それをしなければいけないというふうになって、もし私たちが何らかの行動を起こしていくならば、それは愛の行動ではなくて、全く愛とはかけ離れた偽善の行動なんだということをパウロは私たちに教えているのではないでしょうか。まさにこれは第一コリントで言うならば13章の1節から3節で言われていることと対応していくのであります。人の目から見たら、どんなに愛深く見える行為であっても、
それを行う人のうちに愛がないならば、その行動の源の中に愛というものがないならば、それは何の役にも立たないと言われているのであります。皆さんはご自分の行動のその源の中にイエス様によって救われた、イエス様の愛に満たされているというそのものを見ていくことができるでしょうか。私たちはしばしば愛の行動を求められたときに、私には愛がないのでというような言葉で言い訳をしてしまうことがあります。でも私はそれでいいと言われたならば、あまりいいことではないように思うんですよね。確かに私たちのうちにはまだ愛はないかもしれませんけれども、私たちがイエス様の愛を知っているんです、イエス様の愛に生かされているんですとするならば、私には愛がないという言葉で私たちは片付けるべきではないんです。愛がないけれども、今私にはその愛の力がないけれども、でもイエス様が私のことを満たしてくださって、私を助けてくださって、私にもそれができるようにと変えてくださると私たちは期待して歩んでいくことが必要なのではないでしょうか。パウロはここで道徳を語っているんではないんです。救われたキリスト者こそ毎日毎日このイエス様の取り扱いの中で聖化されていくんだ、清められていくんだということを語っているんですよね。自分には愛がないという言葉を言い訳にするのではなくて、私を清め、私を使わし、そして愛を行うものとさせてくださいと私たちは求めていくものでありたいと思うんです。さあ、もう一つのことであります。それは善をもって悪に打ち勝ちましょうということが言われています。17節から21節の部分は、実はパウロが14節で語っている部分を少し詳しく説明している部分ではないかと思います。皆さんは皆さんに対して迫害するものとか敵対するものという言葉を聞いたときに、あの人だと言ってすぐに人の名前が浮かんでくるでしょうか。もしそのような人がこの箇所を読むならば、心が辛くなってくるのではないかなと思うんです。私たちは自分を迫害する者に対して、自分に敵対する者に対して、そんな人がすぐ間近にいるならば関わりたくないと思うでしょう。近づいていきたいとも思わないでしょう。けれどもパウロはそのような迫害する者、敵対する相手に対しても積極的に愛の技を行いなさいと勧めているのであります。なぜでしょうか。それは先ほどから言っているように、私たちが主イエス様の十字架の贖いを知っているからに他ならないんです。その十字架の贖いのゆえに今救われたものであるということなのです。パウロはローマ人への手紙の12章の1節で言いました。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いしますって。そういうわけですから、それはまさにパウロがそこに至るまでに語ってきたイエス様の十字架の贖いがどんなに素晴らしいかということなんです。もし人がイエス様の十字架の愛に触れるならば、その贖いを受けるならば、その人は変えられていくんです。自分の肉で生きるのではなくて霊に生きるものへとされていくんですよね。皆さん、ローマ人への手紙の5章を読むならば、かつて私たちがこのイエス様に対して、神様に対して何をしてきたかということが書いてあるでしょう。私たちは神様がこんなにも私たちのことを愛してくださっているのに、私たちの魂を救い出そうとしてくださっているのに、実はその神様に対して、イエス様に対して敵対してきたものなんだって。でも神様はそのような私たちを憐れんでくださったんです。私たちがたとえイエス様に矢を向けようが槍を向けようが、その私たちのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。これが神の愛です。神の救いです。私たちが今そこに入れられているんですって、パウロは私たちに語っているんですよね。もし私たちがかつてそんな存在だったということを知ったならば、いや知っているんですけど、その私たちをこんなにも愛してくださったイエス様の愛を知っているならば、なぜ私たちがそのイエス様の愛を知ったものとして、私たちが敵するもの、また迫害するものに対して同じように矢を向けていくんでしょうか。そのような人を無視していくんでしょうか。その人を遠ざけようとするんでしょうか。いや、お願いです。そういうわけですから、あなた方はそういう敵するものに対しても
どうぞ神の愛を持って、神の忍耐を持って、その人たちに積極的に愛の行いを行ってほしいってパウロは私たちに教えているのではないでしょうか。どうぞこの新しい年スタートしたばかりですけれども、私たちがそのようなものとして使わされ、出ていくところにおいてキリストの愛を表していくものにされたいと思うのです。神様の愛を習って生きる、神様のように私たちが誰かにする、とっても難しいことです。言葉で言うのは簡単ですけども、私たちは心の中で抱いているその思いを閉じ込めて、それを実践しようと思うならば本当に苦痛です。でも皆さん、私たちはもう一度我慢するのではなくて、抑え込むのではなくて、むしろイエス様の十字架の愛によって解放され、自由にされたものだということを思い出そうではありませんか。そうです、私たちは無理やりではなくて、少しでいいんです、ちょっとでいいんです、変わりながらイエス様に助けていただきながら、私たちが愛せないと今まで言ってきた人たちに対して愛を持って接するものとされましょう。お祈りします。天のお父様、感謝します。主よ、私たちをあなたが救ってくださり、あがなってくださり、そしてまた今イエス様の愛に生かされるものとしてくださっていることを感謝します。主よ、この愛は本当に私たちにとっては幸いなものです。そしてかつて私たちがあなたにしたことを思うならば、なぜと思うようなことです。でもイエス様、あなたはその私のために命を捨ててくださいました。私たちはどうでしょうか。どうぞ私たちが出ていくそのところどころで、私たちに対して適するようなものがいたとしても、主よ、イエス様の愛によって強められて守られて、私たちは積極的に愛を行うことができるものへと変えてください。主よ、どうぞ助けてください、憐れんでください。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アメン。